え何なになにこれ急にどうしちゃったの本当にアンパンタンさんからこれ今頂い,いたんですがえっとジャンプなんとノルウェーにも失格者なんだなんだ5強のうちスロベニア以外の4国にも失格者 ?5 強以外は力が1枚劣るので強庫国のジャンプの本数が強豪でない国に比べて 1>, 1本少ないくらいがかえってちょうどいいハンデとなってきわどい勝負になります。なんだなんだえー、これで失格者が出たチームもメダル圏内になりました。えー、どういうことなんか全く <laughs> どういうことなんだあ、返信もあります。ちょっと見ますね。あ、なるほど。えー、っと、あ、これはなんだ日本の最終順位は4位。 えー、カナダと8.3ポイント差、距離にして4メートル前後、有効ジャンプの数は日本7本で、えー、カナダが8本です、えー。高梨選手の、えー、大ジャンプの点数が入っていないのに、この少差です。高梨選手は2回目は泣きながら飛んでいました。つらいです。どういうことになってんだ一体全体どういうことになってるんでしょうか。うん えー、浴半ち,ちょっと待ってください、ね、浴衣半ンさん、えー。なんかこれちょっと気になってます。えと、ーえー、ゆうのやさん、これはあの羽生君の話ですが、あ,あちょ、ちょっと待ってください、ね、皆さんね。えー、アンパンターさん、高梨沙羅選手、スキージャンプ混合団体のトップバッターで、えー、大ジャンプを飛ぶ時のスーツあ、そういうことがあったんですね。なるほど、スーツの規定違反により失格、えー、ということですね。 オーストリアのシュトルツ選手、ドイツのアル,スアルトハウス選手も失格、失格の選手のジャンプがノーポイントになるので、メダル争いは絶望的に、えー、メダルを争う、えー、とこれらの選手のうち3国,え3国が実質脱落、ドイツは予選敗退で2回目のジャンプを飛ぶことができません、なんというか、えー、ないということがカオスな試合になっていました。 とということなんですよ、うん、195t さんからもスキージャンプの混合団体は高梨沙羅ちゃん、えー、個人戦でメダルを逃して落ち込んでいたけど、えー、切り替えて1番バッターでとても良いジャンプをして笑顔が見れたんで良かったと思ってたのつかの間悪夢です、えー、スーツの規定違反で失格だそうだよう分からんけど飛んだ後にチェックして失格って、えー、飛ぶ前にチェックできなかったのかな 期待背負ってすごい頑張っているのに彼女はいつもなんか月に見放されている感じがあって辛い。ということでなんかちょっとカオスっぽくなってますよスキージャンプが。<laughs> あのカオスっております。えはい。えー速報なんですけどもね。うん